の愉快な旅クラブ、旅が人生を豊かにするジャンボツアーズの提供でお送りします。さあ今日は本日開催される旅行説明会のご案内です。そうなんです、ちょうどゴールデンウィークが重なっててね、はい、告知するのがちょっと遅れちゃったんですけれども、うん、まだまだ間に合いますので、また本日も那覇の雲路のジャンボツアーズの本社の4階の方にお時間が取れる方、11時30分から北欧9日間で作りました。同じ時間帯11時30分からスイス、やっぱり大自然、はいはい、あのマッターホルンや、アルプスの女王と言われるモンブランとかベルニナーアルプスとか、世界遺産のユングラフヨッホとか4大名峰行くコース、こちらの方が8日間でご用意しました。このコースが11時30分から開催しております。続きまして13時からちょっと先ですが、8月の26日と9月9日この日本の出発日限定なんですが、あの那覇港にも年に1回2回入ってきてますね、13万8千トンのボイジャーオブザシーズ、要は船の中が楽園と言われているあの船に乗って、はい、香港からベトナムの方のクルーズ、そして香港も楽しんでいただくコース、これが8日間でご用意しました。2時30分からは皆さん自然の中でもう本当にヘルメット持っていかない、星が流れ星が頭にカチンと当たるモンゴルなんです、モンゴル、もう冬が長い中で一瞬の春があったと思ったら夏になるこのモンゴル、6月の、今年は16日の出発で20日に帰ってくる、5日間で往復ともにミヤットモンゴル航空で那覇からウランバートルまで12時間かかるのを、なんと直行チャーター便だから5時間10分で行っちゃいますよ。モンゴルに行くコース、かつてのモンゴルの帝国でありました、都でありましたカラコルムに行くコースや、ゲルに泊まってナーダムのモンゴル相撲とか球技とか乗馬体験とか、はい、いろんなことを楽しんでいただく、もう本当に今年チャーターで行きましょう。6月16日のご出発で、こちらの方が2時30分からやっております。最後に4時からもう何回かさせていただきましたけれども、ルーマニアとモルドバ、ドナウ湿原に渡り鳥がたくさん、ルーマニアのこのドナウ湿原に行ったらもうあれ以来モヒートとかミントジュースを飲んだことがない、沼全部がミントの素晴らしい自然、このコース、そして南イタリアとシチリアを回るコース、ともに11日間なんですが、こちらが4時から5月の13日、今日4時から開催しますので、ぜひお越しください。この番組はジャンボツアーズの提供でお送りしました。皆さんまだ間に合いますよ、参加費は無料です。来週は大自然のシルクロードと九寨溝、落山大仏とか四川省ご案内しますよ。